何日目？わからん。ただいま10月6日木曜日2時牛蜜時がもう満ちてる時だから。いや、もうね。我々もう今日朝5時から起きて、キングオブファイターズのアプリを黙々として、ハマってしまったね。面白いね、あれね。キングオブファイターズ 98UMOL。ああ、もうしっかり言うんやね。めちゃくちゃ面白い、あれ。これより全然思う。待て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 。全然別のものです。怖いね、これ。面白い、めっちゃ面白いけど、どうする？やる？それとも、やらない？やらない？K.O.F. 今日も聞いていこうよ、K.O.F. やる？いや、もう。いや、もう今日も何、何さっき夕飯一緒に作って、がっつりベーコンエッグ食べたけど。美味しかったね。美味しかった。もう、ベーコンエッグお腹いっぱい食べて、横になろうと思ったら怒られた。横になるなって。いや、もう俺も。寝るやろ、お前。俺も、12時間後には飛行機乗っとるから。あ、もう、なるほどね。もう取らしてもらおうな、今日。取らな。せっかく来てるから。やめろ、おい。おい、やめろ。何やっていこうよ。やめろ。ちょいボンゲがね。ボンゲっていう発音。やっていこうか。UMOL はやめろ。ケオイフ。ゼロ。アマガラシのミコ。今日、5日目かな？ 5 日目ぐらいかな、うん、行きましょう。そろそろクリアできるんじゃないの？そうよね。かなり、は、ほら、もう、いっぱいとるよ。10?15 で終わるという話を聞きましたので。よ、みこ？わからん。行こう。イズイ。イズイイズイ。これ、別にいいよね。いい。あ、やっとあの母親を探すって言ってるみたいよ。興味ない生返事。なんかの映画の話これこれじゃ。君の名はの話。ボタンを押せ。あよ、ボタンを押せ。悲願子で、幽霊助けたメウは、琴屋に目を寄せていた母、ひなさあけめいくんが、ひがみ山にいると信じ、その影を置くと決意するミュウ。だが、母の影を俺は、幽霊が待つ射撃が必要だった。どういう話じゃあったっけ？なんか、その、言ったけど、うん、あの、母親の通った道はよくわからなくて、ほんで結局、あの、幽霊を見つけて、なんか連れて帰ったんやね、確か。あ、連れて帰ってたな、うん、よしよし、またこの部屋か。ここで、いわゆるアンダーヘアじゃないわ。アンダーショーツが見えてた。アンダーヘア見えてないね。アンダーヘアは、お見えてない。見えてないね。見えてない、見えてない。見えてないね。うん、見えてないと思うよ。うん、見られるものならばとは思いますけども、それはいくらでもお金を払う、ね、それはもうね、バキバキ課金しますけど今 KOF UMOL に課金してる分全部こちらの方にやめろ課金させる。クエーって言ったら課金バーン突っ込んでやるけど、おなんかひこってやる。やり方が汚いね、あいつ。毎日ある程度課金してイベントしやがってキャラもらえるとか、もらえるとか、ま、ヒルソカル手帳サンやる。明かりがどうして失踪、明かりって誰だっけ、ついに分からなかった。結局霧島ほとりにしか分からない。他にとって取るに足らないささやなご存、本にとって本当に大切なこともある。人は本当に分かることができるのかもしれない。ああ、ようやっと引き止める、あ、幽霊やっと引き止めること、あ、ほら、ヒソカっていろんな人こう探してる、うんうん、探してる。最初のなんか女子高生のあのいっぱいのいたあれの人たちなんかね、一人が幽霊を失踪した本当に分からない。私が触れても何も見えない。おう、もしかしたら理由がないのかもしれない。ああ、いつか言ってしまうかもしれない。理由がわかんない。もしもかり合えなくても、こっち、うわー怖い。なんかちょっとおかしなってきてるような感じもするな。おかしなってきてるというよりは、まあまあ幽霊がちょっとこう底の知れない感じがするね。幽霊って誰？幽霊はあのオレンジの髪の毛の一番最初、あ、一番最初のやつこいつか。一番最初はこう見る、その後に出てきたのが幽霊。ユーリ、うん、で、男がレン。レン、うん、マサオ。誰やねん。
なんか、おったよ、一人なんか。てる、てるゆき。てるゆき。じゅん。え、誰やったっけ、ほんまに。吉岡。な、なんだっけ、なんだっけ。あう？あ、構え方すらもうわからない。今あ、持ってないんだ。持ってない、持ってないや。持ってないからもう直で行く。だからもうで 逆にあのカメラのフレームとか出てけへんからこうバッチシ見れるっていう感じ。えうわおいおいおい。いや触れ触ろう。うなされてる。あるある射撃あるよ。置いてあるよ。おうおなんだなんだこれか。うんうん。これがあればおか。おい。失踪者どうしと、どうして。小塚田さんね。小塚田。ああ、これね。ゆうりの、ゆうりの名字。ふうやん。ふうやん。ふうらいぼうちゃうの、これ。お前、ふうらいぼう。ふうらいぼうや。お前、ふうらいぼうやわ。名古屋手羽先ふうらいぼう。ふうらいぼうだわ。うん、美味しいんだよな、あそこの手羽先。ふうらいぼうさん。ひなさきみくは井上さち対象者が依頼者さち。ああ。よすがあり。詳細、幼い頃から兄と二人暮らしだった時系で失踪した兄を追い、行方不明となるが、山中で無事発見される。その後は写真家、助手を務め、出産、父親不明、3年後失踪。依頼人は娘の身元引き受け人、よすがは写真家から提供だった。捜査が諦める。何度か片身を、影見を試みたからダメだった。よすが弱くなっていて、影を追えない。生きて、存在が弱くなって。生きてとは思えない。ミユにしたら自分の母親の情報やからね、これ。そうか。うん、ミク。ミクっていうんかな。鬼が触ることなんで、なんか、はぁ。母ちゃん？おお、なんでこんな困ってる顔してんの？べっぴんや。ああ。あれ、こいつやったっけ、いわゆる、ああ何なんか、AV みたいなの出てた。コスプレイヤー？いやいやいや、それは、ミユですよ。ああ。なんか、裸マフラーみたいな。そう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 。水着マフラーみたいなね。ああ、よかったな。どうしたいか全然わからない。向こう側に近くなった。いきなり私の家に誰が喋ってんの？射撃の箱だけ残されていた。誰が喋ってんの？え、怖い。お母さんが神隠しにあったの。ああ、ミウやね。射撃に触れたから。お？なんでそんな怖い喋り方な？なんかね、なんか、うん、まあまあ。うんここにもうあれやな、もう藤浪辰巳張りのドラゴンスクリュー、ドラゴンなんちゅうやったっけ、あの外に飛んでいくやつ、外に飛んでいく、外に飛んでいく技があるんだ、外に飛んでいく、その動画挟んどいてここにリングの外にビューンって飛び出していく技がある。トペスイシーダーのこといやドラゴンないとか言ったけどしたいな。ドラゴンリングインじゃないよねアウトやしやしいや挟まれてえな。まだ光ってるね。フーライボー。他人と違うものが見えてると気づいたのはいつの頃からだろう。死んだ人の言葉が聞かれたけどいつ来るからだろう。え、これなんていうの？もう分かれへん。繰り返す言葉。クリエン。クリエン。いつまでもあのお仕事をつぶえている。思わず聞いてしまいそうになって耳を探る。聞いちまうとしてしまう、してしまう、ドキドキはありかけられたくさんの声、声、声、何も口で何もできない。いざ絶望が回れば穏やかに。病んでるやつしかおれへんからね。ほんとそうやな。あうん、ゆっくり開けな、お前。こんなんやったっけで画面切り替え。ひがみ山へ向かう。あ、もう山行くん？だからみんなで行けっちゅうね、ほんまマジですぐ山登って水木一郎さんだ。ほらもう久しぶりやからもうボタン分かってない。何調べるって今。怖い。入ってたの？普通に来てるやん。もう山行く必要性ないやん。引っ越せよもう。ここでもう
ねえ、生身だろしみたいな感じでさ、なんかねえ、除霊してもらえばいいんじゃないの。完全に完全にいたよね、家特定されてるやん。おいすいだ開けろ開けろよ、どどど入ってたからな、もう山、山行こうか。住所特定も余裕やったな。おー、公平さんやん。え、どうする、ピー、ピーとか、ピーとか。いやいやいや、まあまあ、まあいろいろあったらしい。すぐされねんな。怖いね。まあ悪いことするもんちゃうわ。おーおーおー、ここ外出たら日神山行けるか。もう外がもう日神山直通やからね、これ。見てなかった。今度こそお母さんをって言ってるわ。お母ちゃん、いやほんまに今度こそやで。もう知らんで、これこれ無理やったら。ほんまに俺はもうマリオ U するで。すぐこいつが当たり前みたいにゲーム乗ってきて。こわこいつ当たり前のようにこう来てる。おお、なんか外に、外におったよ、外になんかおった。何？あ、もう消えてもた。ええー？今そっちおったわ今。どんな？なんかわからん。顔みたいな。白い影。ヒューン言うてる。バイオワンゾンビ。光ってる。おこっちなんか、あのくなんかこいつこんな面白い走り方だっけ。そうなんか、あれどんなやったっけ。全然足上げへんのな、ね、すごい。つまずくぞこんなちょっとした段差で。ここなんか怖い、首吊りなぞだな。これはお清めの日、うん、アイテムは回収していきましょうね。そうね、何があるかわからんからね。ちょっと一回確認してみようか。そう、うん、なんか強化とかね。この辺どう、どう？あ、得良かったよね、獲得できるポイント。水が体力回復、うん、相手ダメージ、まあ、これでいいよな。いいね。あ、あげれますせ。あげよう。どれが、まあ単純にそのさっきの特殊レンズ使っていくんだったら吸収あった方がいいやろうし、ね、で単純にやっぱまあ出力充填、うん、充填が何本あってもいいでしょう。あ、リロード、リロード、うん、ダメージがソースですね。吸収させてもらいましょうか、うん、この辺からじゃあもうガンガン特殊レンズを駆使していく、ええとこ見していく感じで。おー、何やったっけ。いや、言って全部。また、その都度よろしくお願いします。これもあるね。あ、それのパワーアップもあったんやな。そうそうそう。こんなまんべんなく上げてんねんな。使いもせえへんやつ。器用貧乏、器用貧乏。赤丸牛。まあでもいいや。あ、もうイエーイ、つけてへん、圧に振ってもらってるから。もう、うん、まあいいけど、うん、うん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 、あれ、このとこ落ちたから前なかったよね、これだからびっくりさせてくるパターンあるよ、これこれ拾ったきっかけで。ああ、後ろに、ああ後ろにはあるよ、これグーリさんが、ああ、あるよ。いない。ああもうバカ、どうしたんでもええか、おれよ。嘘でもええから、ね、嘘でもええか、おれよ。弱くてええから、ね、いや、こんなとこ行ってないで。びっくりびっくりした、お前。うわー、はい、よしよしよし、うわー、何この人、顔もろもろなってる。もろもろなってるね。十字キーの上下で、特殊レンズを切り替え、あ、そうだったね。そうそうそう、霊力を消費して、なんかこう、ういはい、で、こう、あ、死んだ。で、まだ来た。おー。柳のステップ。柳の体術、体術、竜老伝。
あったな、懐かしいわ。竜老伝、竜老伝、全然新刊でえへん。ようすぐ竜老伝出てきたな。柳。いやー、もうどこ行くねお前。来いよ。もうあの普通に倒せるんじゃない？体力全然ないよ。体力良くなったっけ、うん、ロックオンしてたら、うわもう無理やん。うわもう引き上げやー、とりあえずまあ行こうか。行こう行こう。え、何しに行くの？ここにいるとか言って言うてた？お母さんを探しに行くんですよ。だからあの残影を追うわけですよ。あ、ここ手元のコントローラーマップにしとこうか。うん、残影、うん、めっちゃはっきりだよな。なんかあんまこうくっきりしなくなった。おお。オッケー。母ちゃんや。まああっちに行ってるのは分かってんのよね。スケベなスカート履きよるな。あ、娘も一緒や。せやな。帰るのが帰るや。帰るや。おお。ギャン。無視するパターンもあるよ。ギャン、ギャン、あ、ギャン、ギャン、ギャン駅、ギャン駅、ちょっと待って、倒そう、もう娘危険だ。よしよし、撃っていこう、撃っていこう、ガンガン行こう。うわ、今チャンス。いいね、いいね、いいよ。あらあら、近づいてる。あ、うわ、ビジョンドレーモードなってる。ほんまや、ほんまや。道開けてくれたよ。おこっちで合ってんのかなっていうか、合ってるでしょ。合ってるね、うんうん、お母さんこっち行ってるよね、うん、行ってる。よしよしよし、もう結構 KOFUM オイルやってからそこそこの SNK 脳に我々も、おい、もうなんかすあおる、何クルクルしてる。あ、来てんのか。あ、来てんのか。やめて。あー、惜しかった。セガバーチャコップ、セガバーチャコップ、痛い、動かないで。どこ行った？こいつほんま強いわ。強いよな、宮司さん。あ、ここか、ここここ。あ、ギャンがいると思ったわ。シャク城を設置してこう。ああ、ナイス。おいいよ。おお、死んだ。死んだね。死んだけど、その設置したとこにワープして復活するんじゃない？行くんや。もうガンガン進んじゃってる。行くか。いややな、このは。うわ、めっちゃ増えてない？増えてる増えてる。おお、弘前美久。母ちゃんどこ行くよん？母ちゃん。お、今の写真を撮ることによって敵が消えたよ。あ、ほんまや。あ、ここ行かれんかったとこちゃう？そうそうそう、なんでか先進めんかったとこやね。え、進めるの今回は？うん、こっち行けて、うん、え、こっち向いてる？こっち向いてるように見えるの怖いな。違う、刈り上げてるの？そんな感じしたね。この道、この奥にお母さんが。新ステージや。やった。ゆいの家？ゆいの家？初めて見たかな。あれじゃない。レンが夢の中っていうかなんか迷い込んだとこじゃない。何しに行くのか。うん。なんかいろいろこう結婚とか、うん、なんかいろいろありましたよね。ありましたな。こんなことがありましたね。当たり前のように入っていくよ。あると思ったぜ。ここでじゃあ、いや、もうちょっとこの濡れた状況を楽しみですね。あ、気持ち悪い。